はい、皆さんこんにちは、それです。今日の話題は車なんですけども、たまたまお邪魔したトヨタさんに LC500 っていうのが置いてありまして、なかなかねお目にかかることもない車かなって思って見させていただくことにしました。ということで今日は LC500 についてお話をしたいと思います。まあなかなかねこんな車買おうと思っても買えるもんじゃないんですよ。価格が1400万から1550万、動画に出てる車なんですけども、中古車でだいたい1100万、200万ぐらいの商品なんですけども、まあ、中古車といってもお安いものではないんですけども、特別な車ということでね、今日はじっくりと見ていきたいと思います。一つ思ったのが、国産のこのレベルのスポーツカーを買うっていうのはすごいお得だなって思ったりしたんですよ。よくよく考えてみると、フェラーリとかランブルギーニとか、もうこのね、倍ぐらいの値段すると思うんですよ。3000万ぐらいは軽くする車が多いんですけども、そのことを考えたら、国産で1500万ぐらいで買えるスポーツカーって、すごい安いかなって思ったりします。LC500 なんですけども、高すぎず安すぎずガチスポーツカーを欲しいっていう方は買いやすい値段ではないかと思います。さらにレクサスで国産なんで非常に品質も良くて、メンテナンスも海外の車に比べたらしやすいかなって思ったりするんですよ。でこの車なんですけども、いろいろスペックを見ていったら、前高がね 1345mm、 めっちゃ低いじゃないですか。ペラペラ、本当にね車高が低い、まあ、実際乗ってみたんですけども、それほどね車高が低いっていうのを感じさせる車ではなくて、運転をしやすそうだなって思いました。馬力が477馬力。0から100メートル加速が 4.4 秒で100メートル到達するっていうことが、まあそこそこかなって思ったりします。普通スポーツカーってめっちゃ燃費悪いんですよ。リッター4とか5とかそういうイメージしてたんですけども、これ、すごい燃費良くて、リッター10キロは走るみたいです。話がちょっと戻るんですけども、車のサイズなんですけども、前高が1300mm、全長が4770、幅が1920、幅が結構あるんですね、この手のタイプは。なので、乗ってて結構ゆったり乗れるかな。走るソファーかなみたいな感じがしますよね。はい。で、ホイールが21インチ、めちゃめちゃごついですよね。これ毎回メンテナンスのことを考えるとなかなか大変かなって思っちゃうのは私だけでしょうか。ということで私はこの車を買えませんというか、アラブの石油王にでもなったら買うかもしれないですけども、当面の間はこの車は買うことはないかと思います。レクサス LC500 なんですけども、比べる車がないかなと思って、いろいろ調べてみたんですけども、ベンツと比べてみようかなと思ったりしました。ベンツ SL43 っていうのがあるんですけども、これとちょっと比較したんですけども、まあ、価格がレクサスはだいたい1400万から1500万ぐらい。ベンツ SL43 っていうのがあるんですけども、価格帯が1700万なんですね。この差額が300万円。この300万円の違いって何かなって思ったんですけども、レクサスなんですけども、馬力が477馬力、SL が馬力が476馬力、レクサスが1馬力買ってるんですよ。ボディサイズなんですけども、LC が全長が4770、SL が4700。レクサスがちょっと大きいですね。70ミリ大きいです。幅が、レクサスが1920で、
SL が1915、レクサスがね、5ミリほど大きいんですよ。車高が、レクサスが1345、SL が1370、レクサスが25ミリ低い。で、この価格帯が1400万から1533万ですから、ベンツと比べると結構ね、パフォーマンス的にいいかなって思ったりします。ということで、レクサスと SL を比べてみたんですけども、国産でこのレベルで、この1400万でなんか安く感じてきました。300万円の差は一体何かっていうことなんですけども、何なんでしょうね。ちょっと私にはわからないんですけども、輸送費の差なんでしょうかね。ドイツから日本に持ってくるのに、いろいろな手続きとか、船のお金がかかるんで、その金額が300万円。高いのかちょっと安いのかわからないですけども、あとね、みんなが気になる質問なんですけども、どっちがいいのかっていう質問が多いと思うんですけども、これに関しては私はどっちでもいいと思うんですよ。車ってその人の趣味なんで、どちらも素晴らしい車なんで、どちらを乗ってもいいかなって思ったりもします。ということで今日はレクサスの LC500 についてお話をしました。実際見てみるとね、本当に欲しくなる車かなって思ったりしました。いろんなことをアップしていきたいと思いますので、皆さんよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。久田でした。